こんにちは、林もふるんです。今日はですね、皆さんから最近よくもふるんさんの漫画どこで読めますか、どこで買えますかというご質問をいただくようになりました。嬉しいことです、ありがとうございます。そこで今日は一冊こっきりしか出てない単行本をご紹介していこうと思います。それがこちら、ソウルファイター韓国はちゃめちゃ滞在絵日記という風なタイトルで出ております。でこれがですね、林もふるん名義じゃなく木村明日香さん、私の仮の名、仮の名が林もふるんだよ、本当の名前の方で書いています。でこちらの方が、ちゃんと本屋で買ったら1300円なんですけども、これもう何十年前の本なのでないです、本屋さんにはもう。でどこで買えるかというと、アマゾン、あとは楽天本のかな、わかんない、調べてないんですけど、アマゾンにはありました。1円ぐらいで買えます。送料の方がよっぽど高いです。であとはもしかはもう既得な方は、もう既得いらないって方はメルカリで売ってるやもしれません。それからあとは電子書籍だったら漫画図書館 Z っていうところで無料で読めます。ここは漫画村と違ってちゃんとした正式な無料サイトなんで安心して大丈夫です。あともう一つはアマゾンなんですけど、電子書籍で買えます。手に取っときたいなっていう人はそちらの方で買ってください。漫画図書館 Z はいつまで残るかちょっと分かんないです。私がもういらないっつってやめたらもう読めないので、もし手元に残したいっていう方は書籍本体かアマゾンの方で電子書籍を買っていただけると幸いです。あとこれの他にソウルファイターのファイター好きならしいね、私うつファイターという私のうつ克服器闘病器みたいな感じかな、それの一巻が出ています。一巻も、漫画図書館 Z でとアマゾンで買うことと無料で読むことができます。もしそっちの Z さんの方で読んで気に入ってくれた方は、手元にぜひ残していただけると嬉しいんですけど、その3パターンかな、ソウルファイターは中古で丸々本元を買えるのと、漫画図書館 Z さんという、サイトとアマゾンで電子書籍、その 3パターンで買えます。それで、それではちょっとこれを紹介していきますと、7章に分かれて書かれています。一つは仕事とか下宿のことに関して、もう一つはどうだかな、旅行とか、観光したこと、あと食べ物のこと、お買い物のこと、人間関係のこと、生活のこと、言葉のことでやって書いてあります。これね、3年ぐらいかかったかな、一冊作るので。その編集さんの方とは打ち合わせをしていた時に、どうしても私の語尾になんとかだわとか、なんとかなこれはいいのよとか、おいしいわとか書いてあったんで、それ私のキャラじゃないですっていう風にちょっと反論しまして、で自分が売れなかったらっていうわけじゃないですけど、それをなんとかだったとか、なんとかしておこう、なんとかなのだみたいな、その語尾を変えてほしいっていう風にもう責任取ります。これ万が一なんかあったらっていう風にして、でそれで私の思う通りにさせてくださいっていうふうにお願いしてやりました。
それでできたのはこの一冊で、例えばそうですね、ちょっと読みやすいっていうのは、字ばっかりだと飽きるんで4コマを入れてみたりね、こうやって入れると読みやすいでしょ。そんな感じでね、こんな韓国人の喧嘩はすごい、男女の喧嘩すごいとか書いてます。まあね、まあちょっと1年ぐらいで帰るべきだったんでしょうけど、居心地良かったんですね。3年ぐらいいたかな、3年ぐらいいましたね。で、視聴者の方に韓国語を喋ってる韓国語を勉強してらっしゃる方いるかどうか分かんないんですけど、使っちゃいけないっていうか、使い方を間違えると大変になるとかいろいろあって、まあ、例えば「ついに」っていう、まあ、韓国語があるとしても「ついに」「ついに」「ついに」で彼女とのデートの日がやってきたっていう、その「ついに」いよいよとか、楽しみにしていたことの「ついに」っていうんですけど、ついにおじいちゃんが亡くなったっていう使い方をしちゃいけないですよっていうふうに学校の先生が言ったんですけど、それでなんていうの、その単語がトゥディオっていうんですけど、それがね結局一回も使うきっかけなかったですね。ついにっていうのがトゥディオっていうのがなかったですね。そんな思いで、あとは同じ発音のようで違う、同じような発音なんだけど意味が全然違ってくるっていう言葉があって、いまだに私できないんですけど、コーヒーだとコピー、転写機のコピーはカピーで、鼻血はコピーコピーコピー、難しいですよね。だからアクションつけながら、例えばコーヒーだったらこう飲むような仕草とか、コピーだったら転写っていうか印刷してるようなやつ、鼻血だったらブーってやるとか、そうやっていくしかもう全然もう、でもなんかコーヒー一杯くださいって言った時に鼻血一杯くださいなんて言わないし、転写機くださいっていうわけ、聞いてて前後で、まあ韓国人の方は区別してくださると思うので、そんな感じで話してましたね。まあちょっと言葉は役立つかもしれませんね。あとは使える韓国語と、まあタメ口だから年上には気をつけろっていうことだとか、まあまあまあよくできる、まあまあ自分で言うのもなんだけど、やっぱりいい本を作りたかったんで、まあ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 です、まあ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 よくできてると思います。いかんせんね、情報古すぎなんですよ。だからこういうのって本当いつまでも読めるってわけじゃなく、まあ自分の中の思い出としてね一冊作らせてもらったぐらいの勢いでいるんですけど、これがねお父さん、うちの亡くなったお父さんが買ってくれた本なんですけど、まあまだ本屋さんのカバーがついたんで、まあまあ綺麗なんですけどね、発売日になってお父さんがいそいそと買いに行ったんですよ。まあちょっと無駄話なんですけどね、いそいそと買いに行って帰ってきたんです、すぐに。それで帰ってきて何言ったかと思うと、
名前、あの私の名前は知ってるから当然なんですけど、出版社とタイトルがわからんっつって憤慨してきて、憤慨しながら帰ってきた思い出があります。すごくそれは鮮明に覚えてるんですけどな、何をしに行ったっつって。なのでね、まああとはお母さん、本読まないはずのお母さんが背中を丸めながら読んでる後ろ姿はね、すごく印象に残ってます。でその親が2人とも死んじゃってて、で何だろう、何も結局親不孝ばっかりしてて何もしてあげられなかったって割と後悔してたんですね。ずっと後悔したんですけど、旦那さんがこれ出したじゃんっつって、本出せたじゃん一冊っつって言ってくれて、結局漫画家として親が生きてる時に体制できなかったっていうのがすごい、あの後悔というか今でもすごく何もしてあげられなかったっていうのがあって、だけどお前さんはソウルファイター出せたじゃないかっていう旦那さんがすごいいつも言ってくれるんですね。それは本当自信持っていいって言ってくれて、なのでまあうん、よしとするしかないの、もうどうしようもないからね。なので今はあのもうちょっと頑張れるように、その今度は義理のお父さんとお母さんに何か、なんていうの、その嫁としてというか、まあ、娘っていうか嫁としてね、自慢できる嫁になれたらいいなと思って、今はもう投書工作いっぱい書いたりとか持ち込みとかして頑張っているところです。まあ、ちょっとしんみりしちゃいましたけどね、本当これはいい思い出、もう売れる売れない別としていい思いです。本当良かったなと思います。そんなわけでこの一冊だけで尺をだいぶ取りましたけど、皆さんよかったら一度読んでみてください。ソウルに興味のある人は、ソウルっていうか韓国に興味ある人はね、いいかもしれないです。というわけで今回の動画はこの辺で終わります。また今度次は手帳系の動画撮れたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。ではこの辺で終わります。林もふるんでした。バイバーイ。